株式会社東武は、北海道標津郡中標津町に本社を置き、同等の中標津町と北見市において、スーパーマーケットチェーンを展開する企業。1969年設立。ショッピングセンター、東武サウスヒルズ中標津店、東武イーストモール丹野店を運営する。なお、大手私鉄系の東武グループとは無関係である。中標津町では、唯一の地元スーパーとして、地域密着、他社との差別化による、独自路線を推し進めている。会社設立4年後の1973年、1号店となる、ショッピングセンター東武を開業。2005年10月、ショッピングセンター東武を移転し、東武サウスヒルズ中標津店として開業。根室管内最大の大型スーパーと称された。ショッピングセンター東武は、中標津町の旧国道沿いに立地していたが、同施設が、町の郊外である国道272号バイパス道路沿いへ移転する計画が持ち上がったことで、中標津町の中心市街地の空洞化により、路線価下落に拍車がかかり、移転後は同町における商圏に影響を与えた。ショッピングセンター東武の跡地には、福原が進出して、福原中標津店をオープンした。1982年には、ダイエーと商品供給提供契約を締結。ダイエーのプライベートブランド、セービング商品を取り扱っていた。1995年には、ダイエーとフランチャイズ契約を締結。その名残で、イオングループではないが、イオンのプライベートブランド、トップバリュー商品を取り扱っている。また1995年には、丹野町に2号店として、東武丹野店を開店。2003年には、東武丹野店をスーパーセンターに業態転換し、スーパーティーマート東武と改称24時間営業を開始した。2010年には、スーパーティーマート東武をショッピングセンターに業態転換し、東武イーストモール丹野店と改称した。売上高のピークは2号店となる東武丹野店をオープンさせた翌年の1996年に記録した115億円であった。その後、全国資本の大型商業施設の進出などによる競合の激化から2018年にはピーク時の約半分となる57億円にまで落ち込み、翌2019年度の売上高は55億円。2020年度には52億円と、売上減少に歯止めが効かない状況である。中標津町に大和リースが運営するショッピングセンター、フレスポが進出。2004年10月にフレスポ中標津が開業した。フレスポ中標津の施設内には、若者に人気の ABC マートやユニクロといったファッションブランドのほか、DCM ホーマック、ダイソー、ツルハ、アークスグループの福原が運営する食品スーパー、ビッグハウスなど生活必需品のほとんどが揃うテナントを擁している。また、国道272号に釧路市と中標津町を結ぶ釧路中標津道路が開通したことにより、イオンモール釧路昭和やイオン釧路店などへも顧客が流出。集客を見込める若い世代にアプローチできるテナントが少ないこともあり、旗艦店である東武サウスヒルズが大きな打撃を受け苦戦している。シンボルマークは、ひらがなのとを左向きの鳩にデザインしたものである。株式会社東武のローカルヒーローとして、東武レンジャーギガルスがいる。テナント各店舗の詳細は、東武サウスヒルズ公式サイト。テナントのご案内を参照。アクセス国道272号沿いに位置しており、町立中標津病院に近接している。沿道には、フレスポ中標津などのロードサイド店舗が立地している。テナント各店舗の詳細は、東武イーストモール公式サイト、テナントのご案内を参照。東武サウスヒルズに関するカテゴリー、東武イーストモールに関するカテゴリー。ありがとうございます。